Thank you.
ラーメン。ラーメンとラーメンだけ。一応ラーメンだけ。冷麺は。冷麺ない。これ。はい、お疲れ様でございます。いやー、この日がやってまいりましたね。山岡屋のラーメン買ったよ。うん、これでいくら、4000か5000ぐらいしたかな。これ4000ぐらいしたかな。うんね、特製味噌、醤油、辛味噌、味噌、塩というね。これはインスタントですね。で、この後生麺も買いましたから、今冷凍庫に入ってるけど、うんね。でね、チャーシューも作ったよ。いい色だ。うんね、はい、ね、ここ大問題になったね。大問題になったニンニク、ニンニクね、探しましたよこれ本当に。そしてスタッフ見つけてまいりましたよ。ほんまに大変でしたよね。ニンニク、ね、これ普通のニンニクね。でこれが庭で採れたね、隣の庭で採れたニンニクの若いやつを刻んだ、刻みぶつ切りニンニクだね。ニンニクにこのぶつ切りにしたニンニクを、すりおろしニンニクにぶつ切りニンニクを入れたね。このオリジナルニンニクだね。うん、これ俺用だねこれは。うん、おそらくみんな食わないだろうね、ニンニクは入れない、ね、俺だけなんだニンニク気違いは。うんね、そしてほうれん草でね、海苔入れ放題ね、いっぱい買ってきたよ、ね、卵もがっつりね、卵もかつ煮卵。さあ中身どうなってるかな、ね、ほんでね、なんかこれ白髪ネギもね、ちゃんとホームページで作り方を見てからね、ごま油とめんつゆと胡椒と味の素ね、うまくできたと思う。そしておお、これも買ったぜ。これ6000したぜこれこれ1個1500円もするぜ、これ6000円だぜ。もう1万か1万円くらい買ってるぜ今回。やばい、いや、インスタントラーメンに1万円かかったぜ。1万円以上かかってるぜ、これ。ねえ、器抜いたらそうでもないけど。ねえ、いやーもうね、俺の本気見た？ね、ニンニク。うん。ニンニクはね、もう、がっつり入れたいね。うん。ただ、ちょっと、これちっちゃいからな。これ入れたら、まあいいか。うん。ねえ。さあ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 、まずはね、家族に食べてもらおうかな。どれで？癖になる味。ラーメンのよう